フラッシュで威嚇して威嚇して、あとはもう、あとは外に向かってやるのやめてください。はい、こんにちは、トルーパーズの山中です。第2回のんきな護身用品研究所ということで、今日も護身用品に関する意識の高い系の糖尿さんに来ていただきました。こんにちは。じゃあどうも。はい、なんで襲われるかはちょっと最初のところは置いといて、もし街中で糖尿さんが、はい、暴漢に襲われたとした時はまずどうするわけですか。そうですね、まあ、もう荷物取り、今回ははい、カバンを持っていない、ね、今回はほう、はい、したよ、うん、まあ、タクティカルペン使うとちょっと危ないんで、はい、これはタクティカルペンには見なしたこれ懐中電灯ですね。はいはい、はい、それガーバーですか。ガーバーです。あ、懐かしい、古い方ですね。懐かしい、これガーバー、はい、ガーバーのフラッシュライト、ずっと昔から愛用してるものですね。あ、まあ、電池は入ってませんけど、はい、その場合は、はい、相手の顔にフラッシュを向けて、うわ眩しい、特にこの場合そのストロボ効果がありますんで、赤、青、で白のストロボがありますんで、これポケモンショックってやつですね。ポケモンショック、はいはいはい、はい、今これで転換を起こしているうちに要は突きながら下がっていく、はい、あ、距離を取る、そうですね。まあいいや、わかりました、はい、まだ売ってますからね、はい、あくまでも攻め攻撃じゃなくて防御と安全のために距離を取るっていう、ね、そういったコントでした。そうです、離脱のため の, 戦いですね、はいはい、戦いに終始する戦いではございません。戦ってね、そう、戦い合う必要なく安全に身を守るために逃げられればいいよということなんですよ、はい、ということでお便りコーナーに行きたいと思います。前回の第1回 の, 動画にいただいたコメントをいくつか発表していきたいと思います。まず、まあ、ちょっとはしょってイニシャルにしていきましょう。まず K さん、警棒ではダメです。護身術では敵を中間距離に立たせないことが重要で、中間距離っていうのはどういうことですか。中間距離っていうのはまあ、うん、これはどういう意味なんでしょうね。まあ多分接近させないということなんです、ね、多分すぐ相手を打撃できる位置じゃないですかね、うん、そういうことでしょうね、うん、だから中間距離に立たせないで、なるべくだから遠距離で戦うことで、中間距離もしくは至近距離に備えて、なんだ隠匿してある鋭利、あ、鋭く尖ったもので敵を突き刺すこと、こういうことですね。ああ。まあね、はい、でもまあそれはあくまでもこう一応一例ということで、そうですね、決してこう実演を促すものではないということはちょっと最初に言っておこうという嫌な予感がした。まあ練習するときはこういうように、はい、先が尖っていないもので、うん、まあ、組手をやるとか、うん、あるいはまあこういったマッサージ棒に近い、マッサージ棒、ね、こういったものを使ってまあ、ツボ押し的な、はい、うん、そうしないと相手に怪我させてしまいますし、うん、相手を不具合にしてしまいますので、うん、組み止めるときは気をつけてください、うん、だから一番いいのはやっぱりこうさっきやってて距離を取って逃げるっていうのが一番いいですね。そうですね、うん、そうですね、だから結局こういう警棒とかだとこれでも最初にこうね敵っていうかな、うん、相手を威嚇してそのまま逃げるっていうのが決してこれを使って相手を叩きのめすとかそうではないっていうこと。もしこれを非常事態で使うときはもう本当覚悟を持ってやってください、うん、本当最後の最後ですから。そうです、最後の最後です、最後の最後です、というように日頃職質で捕まってもそのようにちゃんと誠実に対応しているという。対応できてないのが現実なんですけどね。そう、 S さん、暴漢が近くに寄ってくる前にとにかく逃げるしかない感じ、まあ、これが多分一般的な本当考えだと思う。そうですね、うん、ただ問題は、うん、通り魔とかっていうのはもうほとんど普通の人なんですよね、見た目は。はいはいはい、はい、なのでその不審者がどうか見極めるっていうのはかなり難しいんですよ。そうでしょうね。もう一回 S さん、所持していても
その前に警察に見つかったら武器とみなされ没収される護身用具。来ました、おまわりさん、はい、日々町の治安維持のために職務質問ご苦労様です。ご苦労様です。はい、こもってない、こもってないですね。空返事です。うん、そうですね。まあ何をもってして護身備えと言えようかいつも悩む。お悩み相談が来ました。はい、これはもうあれですね、だから私の場合はもう完全に警察を落ち遅れたから、はい、間に合いませんよね。ああ、間に合わない、ね、だから通何かあったらすぐ通報すればいいから、こういうの持ち歩いちゃダメですよっていうおまわりさんに対しての、ね、そうですね。ちなみにあの日本の警察の場合ですと、大体通報してから到着するまでは最短で7分、長ければ15分かかります、はい、うん、ですが実際7分待てますかね。ほう、その実際その暴漢がそのナイフでこの刺してきてるところを7分もこうやってブロッキングして逃げ切れるかといったらなかなか難しいんじゃないですかね。総合格闘技でもね、でも 2,3 分で勝負つくケースもありますから。そうですね、はい、うん、7分持ちこたえるっていうのは多分丸腰の警察官でもなかなか難しいんじゃないかなって思います。糖尿さんだってマックス7分ごとにトイレ行くっつってましたもんね。そうです、はい、7分ごとにね、もうあの日頃の血液がたたってるんでマイマヨネーズだけは持ち歩くぜ。そうです、あ、今は持ってないですけど、はい、あ、なるほど。あ、で結局この方もその昔警棒を持っていて警察官に没収されることがあると。お兄さんならこんなの持たなくても誰も襲ってこないでしょって言われましたと。でもそれは警察が決めることじゃないですよね、犯人が決めるんですから。でもそれは決められる側なんですからね、うん、そこはあなたが決めることじゃないでしょって言ってください、言ってやってくださいまあいい、まあ、というようにあのなんていうのかな、うん、まあ皆さんも重々ね良識あるあの見解のもとご信用品扱ってらっしゃると思うので、あのなんていうの、本音と建前っていったところですかね。うん、だからおまわりさんとしてはね、ああそりゃ大変だ、ぜひぜひそういうの持ってね安全にとは言え、なかなかやっぱりこう言えない、立場的に、はい、じゃあそれを誰が言えるんだっていうと、最終的にはこう裁判で言い争って法廷での話になるので、決してこう現場でのさっき糖尿さんが言ってたあの身の危険を守るための7秒間の話では済まない話で、それはこう命だから身を守ることっていうことと職務質問とか銃刀法っていうその法的なことっていうのは結局こうひっくるめて考えると、そうです、本来の身を守るっていうこともできなくなっちゃったりとかするので、あの、まあ、その辺をこう間に入って治安の維持に努めてくれてるおまわりさんにいかにこうちゃんとね気持ちよく迷惑かけないで協力するかっていう、まあ、それを建前って言われたら難しいとこですね、うん、まあ、難しいとこですけど本当に、ただね、うん、命で、あとはモラル、うん、その辺をやっぱり考えながらやっぱちゃんと扱って愛好を愛用していきたいなと、私は立場的にはこういったのを取り扱う上でやっぱそういったこともちゃんと、うん、そういったドラマもちゃんと合わせて表現していきたいなと思ってるわけです、はい、ということで、次回はこんな糖尿さんに対して、職務質問をしてみるコントっていうのをやってみたいと思いますこれはやめた方がいいんじゃないですかねあのおまわりさんを全部敵に回すってでこうちゃんとおまわりさんや町、あとはねあの身の回りの家族なんかにもちゃんと配慮して、ちゃんとこういった護身用品を扱ってる人をも敵に回さないように、場合によってはそういうこともあるかもしれませんねですね、はい、そこは気をつけないといけません、ね、ということで、あのお便り、お便りじゃない、下の説明欄へのコメント引き続きお待ちしております、ということで、第2回のんきな護身用品研究所でした。決してこう危険な真似等々は
自己責任でお願いします。まあ、基本的にしないのが一番です。皆さんありがとうございました。